かわいい指揮官ね。私はアタゴよ。このお姉さんがお世話してあげようかしら。はっ、うん、虫が入ってたわ。見えなかった？私、視力に自信あるのよ。あら、もっと触ってもいいのよ。でも、あとはどうなるか知らないからね。ちゃんと話さないと思いが伝わらないわよ、指揮官。指揮官が悪いのよ。こんなに可愛い表情しちゃって。これじゃあもっと可愛がってあげたくなるじゃない。もうダメ、お姉さんもう我慢できないの。ねえ指揮官、お姉さんのものになりなさい。もうお姉さんの言葉だけを聞いて何も考えなくてもいいの。お姉さん、何でもしてあげるから。夏は暑いわね。あら、指揮官、なんで赤くなってるの？もしかして熱中症になっちゃった？あら指揮官、どこを見てるの？もう少しかがんであげようかしら。指揮官、暑かったらお姉さんの日傘に入ってちょうだい。あらあら、太陽は一つしかないけど指揮官の手には二つあるわね。あら、雪が降っているわ。指揮官、どこか静かな場所で雪見でもどうかしら。指揮官寒い？お姉さんが温めてあげようかしら。指揮官、お姉さんとお出かけしない？二人きりで落ち着いて散歩でもしたいわ。明石ちゃん、指揮官の背中で寝ちゃダメよ。二人きりの部屋で過ごす冬の静けさ、すごくいいムードだと思わない？今日の指揮官のお弁当は何にしようかな。制服を着たからには呼び方も変えないとね。指揮官、私のことを先輩って呼んでもいいわよ。部活ね、入りたい部活は特にないわ。というわけで指揮官と一緒に帰宅部に入部しちゃっていいかしら。学園で教えてもらえることよりも指揮官のことをもっと知りたいのよね。あら、指揮官はこの服がそんなに好きなの？じゃあお姉さん毎日着てあげてもいいわ。指揮官、今日もお仕事頑張ってちょうだい。指揮官、疲れた？少し横になって休まない？どこにって？もちろんここよ。こういうポーズをずっとしていると少し大変ね。指揮官、お姉さんを起こしてくれないかしら。明石ちゃん、お姉さんのグラビア写真集を出したいと言ってたわね。指揮官、お姉さんのグラビアを見てみたい？今度写真を撮るときは指揮官に任せるわ。そう、二人でゆっくりと。なんだか指揮官専用の写真集になりそうな予感ね。指揮官？うん、今日からあなたと呼ぶべきなのかしら。はい、手をつないで。こういう時はお姉さん積極的になってほしいわね。あなた、そろそろ今日の献立を考えないとね。
指揮官、今日は何を食べたいのかしら。指揮官はやはり可愛いわね。ずっと見ていても飽きないわ。あら、指揮官は相変わらず甘えん坊ね。はい、お姉さんのところにいらっしゃい。疲れたようね。お姉さんの膝枕で少し休んでちょうだい。お姉さんが静かになった？だって指揮官がもうお姉さんから離れないって分かったんだもの。さあ、お姉さんの胸に飛び込んでちょうだい。